こちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。白甘鯛っていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして。本日の食材がこちら。白甘鯛っていうことでね、来てしまいました。マジモンの高級魚。これ前に一回やったことあるんですけど、その前やった時よりも、とても体高があって、この肉厚の個体が入りました。お値段も肉厚。ちょっと生々しいんで言いませんけど、すごいいい値段でした。ただこれね、めったに入らないんですよ。網でごそって取れるような魚じゃないんですよね。一本釣りとかでたまーに釣れるような魚なんですよね。で、またこんだけ太い個体っていうのは珍しいんですよ。で、アマダイっていうのはね、赤アマダイ、黄アマダイ、白アマダイっていて、その中でも一番高級なアマダイ、それが白アマダイですね。ほんで、これが来たと同時のタイミングで、ご近所さんからこれいただいたんですよ。国産の松茸。白身魚と松茸といったらもう土瓶蒸ししかないでしょうよ、ということで、今日はこちらの白甘鯛を使って土瓶蒸しを作っていきたいと思います。で、この魚刺身もうまいと思うんで、皮ついたまま炙りかなんかして刺身でもいただきたいと思います。よし、そしたら今日はこちらの鱗を取ってしまいます。で、この鱗をね、油でパリパリにしてあげると美味しいんですけどね、今日は鱗を使う料理じゃないので全部取ってしまいます。今日は皮目を生かしたいので鱗かきで取っていきます。なんだろう、鱗がねびっちりついてるんですよね。すごい取りがいがあると言いますか。で、確かここら辺の背中のラインにこの取れない鱗があるんですよね。そうそう、ここここ、これは鱗かきでどんだけやっても取れないので、調理中にピンセットで抜くとかしないとダメなんですよね。で、こっち側も全部取っていきます。はい、取れました。すごいでしょ、こんだけ全部鱗。さて、そうしたらじゃあこのお腹の中を割っていきましょう。で、こんだけ体高があって、でお腹触ってもカチカチなので、おそらくこれ内臓脂肪がビッチビチに入ってると思うんですよね。いきます。はい、おお、やっぱりだ、予想通りでしたね。これすげえ入り方してるな。ちょっと待てや、これ、このお腹の中に入ってる牛脂みたいな白い塊、これが魚の内臓脂肪。すごいな、これこんで書いてました。そしたら頭を落としてしまいます。結構骨が硬い魚なんですけども、関節に入れてしまえばね、このぐらいの薄い包丁でも簡単に切り落とせますんでね。そしたらお腹の中をちょっと掃除します。よし、そしたら3枚におろしていきます。今日使うの片身だけでいきます。両側おろしちゃうとどうしても傷んでしまいますんでね、ちょっと今日は片身でいかしてください。いつもの要領で3枚におろしていきます。すごいすごい、これ身が硬いな。なんかね、包丁入れてる感覚、サーロイン切ってる感じですね。ほんと魚じゃないみたい。脂の固まり方が肉なんですよね。ここまで油乗ってるとはな。で、この白甘鯛って大きくなればなるほど本当に高くなる魚なんですよね。はい、いきます、せーの、よいしょ。こんな感じですね。そしたらこっちはラップして保存しておきましょう。血抜きができてる魚だったら冷蔵庫で1週間ぐらいは持ちますんでね。どんな、お前立つことできるんか。手やめなさい。見ました、今もうトラも気になって仕方ない。ほんとこいつはね、美味しい魚にだけ反応するんですよ。で、トラが反応するってことはもう素晴らしい魚です。ねえ、ええ、へへへ、猫のこういうシーンはいりませんね。菅田将暉さんにも言われた気がします。めちゃくちゃ僕の動画見てくれるんですけど、あの猫と絡むシーンはいらないなっていうのをいただきました。こんな感じで、これで冷蔵庫で保管します。で、保管する温度もね、2度から4度ぐらいがいいですね。ほんとキンキンに冷えた冷蔵庫で保管するといいですよ。はい、そしたら今日はこっちの身を使っていきます。この鎌のところで1個落として、で、腹骨をすいていきます。まあ、この工程はいつもと一緒ですね。で、腹骨がね、結構硬いんですよね。で、薄く薄く引いていきます。で、このように腹骨が取れましたら血合い骨を取っていきます。割っちゃいます。
ここもこういう風に割っちゃいます。ピンセットでこう抜いてもいいんですけど、ちょっとこの魚はね深いので、骨の入り方がピンセットで抜くとぐちゃぐちゃになっちゃうと思いますんでね、包丁で割っちゃった方がいいと思いますね。よし、そしたら今日はこの背中の方、こちらを使っていきたいと思います。で、今日はより美味しく食べたいので、半日ほど脱水シートで余計な水分を抜いてあげます。そうですね、こんな感じでこれで半日寝かしたいと思います。そして半日後に移動。はい、そしたら1日経過しました。かなり水分が出ましたね。ほら、こう、こんなに水分出ました。これそしたら土瓶蒸し用は1切れ2切れ、1センチ角に2切れ、こう切ってみるとさらにどんだけ油があるかわかりますね。この皮の下の油ね、これいい出汁出るぞ。そしたら炙りのお刺身を作っていきましょうか。炙りはこう切って、でそぎ切りでいくんじゃなしに、こうコロッと切りましょうか。こうやってコロッと、こんな感じで、でこうやって組み立てて、この最近買った小型バーナー、これめっちゃ便利なんですよ。これ炙っていきます。で皮がパリッと焼けたら、これで白甘鯛の炙り刺しの完成。でせっかくこんなにまだ残ってますんで、もう一品作ってみようかな。このぐらいブロックに切って、で切れ目を入れます。皮一本切るイメージですね、こんな感じ。そしたらこの平べったい陶板焼き用の鍋に水で戻した昆布を敷きます。で昆布の上に白甘鯛の切り身を乗せます。でそこに日本酒で、お水もちょっと入れます。でそこにぶなしめじもちょこっと入れます。でここで今が旬のすだちですね、皮を削って一かけら切り身の上に乗せます。はい、そしたらこれで蒸し上げれば白甘鯛の酒蒸しの完成、簡単。そしたら土瓶蒸しを作っていきましょうか。沸騰したお湯に鰹節を入れていきます。で火を止めて1分ほどこのままにします。そしたらザルでリード、ザルの順番で組み合わせます。そうすると綺麗に鰹節のカスが取れます。で1分経過したら流し込みます。はい、これで綺麗な黄金だしが引けました。これが土瓶蒸しのベースになります。まず一旦だしは置いといて、まずはいただいた松茸をいきましょうか。で大きいとこよりこういうつぼみのとこの方が僕好きなんですよね。今日はこのつぼみ一本丸ごと使っちゃいましょう。でまず松茸の処理は、でここの根元の土がたくさんついてる部分、これ石突きって言って、ここちょっとバッチリので、これ削ります。であんまり深く削るんじゃなくて、土を削るイメージで、こう鉛筆削りみたいな感じで薄く薄く切っていきます。このぐらいで OK。 そしたらボウルにさっとくぐらします。さささっとね、この松茸は綺麗だな。はい、こんなもん。そしたらすかさずキッチンペーパーで汚れを拭き取ります。こんな感じですね。で今日使う土瓶がこれなんですよ。でそこに白甘鯛をまず2切れ入れます。そしたら土瓶蒸しには欠かせません銀杏で、こちらエビも入れると美味しいです。でそこに松茸ですね。松茸は縦に割って入れるとちょっと大きいので、まず横に1本切りましょうか。横に1本入れて、で裂いてこういう風に入れましょう。こんな感じですね。でそしたらこちらに香り付け程度に醤油をちょこっと入れます。でお塩も一つまみ。そしたらここに出汁を注いでいきます。だいたい8分目ぐらいですね。あんまり入れすぎると吹きこぼれちゃいますんでね。でこれで蓋をして、これが湯飲みですね。これ湯飲みをここに置いて、でここにすだちを置いていきます。で今日はちょっと変わったすだちの切り方やっていきたいと思います。まずすだちを半分に切ります。でお尻の方でも頭の方でもどっちでもいいです。ここの面ですね、こうやってね包丁で薄く薄く取っていきます。できるだけ均等な厚さにね、こう切っていって、で全部取るんじゃなくてここら辺で止めます。こういう感じですね。そしたらこれを縛る、キュッと、これおしゃれじゃないですか。でこれをお皿のおけつに乗せると、はい、これで白甘鯛の土瓶蒸しの完成。
はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずは火をつけていきましょうか。今日はね、固形燃料2つです。こっちが酒蒸しと、でこちらが土瓶蒸し。これめっちゃ便利だね。ちょっとすだちは温まっちゃうから、これは剥がしとこう。よし、これ作ってる間にお刺身からまずいただきましょうか。で今日はお醤油でいきたいと思います。生のわさびをすりおろして冷凍しといたやつね。でわさびで本当に味変わるからね。よし、よし、わさびも溶けてきましたんで、いただいていきましょうか。わさびはお刺身の上に乗せて、で醤油をつけて食べると。いただきます。うわ、うま。魚体はあんなに大きかったんですけど、その魚体を感じさせないぐらい身がきめ細かい。で脂が甘いの。いいもの食って育ったんだろうなこいつ。で皮はね、ちょっと硬いね。もしかしたら湯引いた方が美味しかったかも。もしくは引いちゃった方がいいかもしんない。ちょっと炙りはね硬い。うまい。そしたら酒蒸しがね、そろそろいい頃だと思います。もうブク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 いってますんでね、揚げていきますよ。せーの、よっと。うわー、うまそう。この柔らかさに注目してほしい。ほら、中までちゃんと火が通ってます。今日は何もつけずにこのまま素材の味でいただきたいと思います。じゃあいただきます。うわうめー。やっぱこの魚は蒸しがうめーわ。炙った時はとても硬かった皮なんですけど、蒸すとプリップリ、もうゼラチン質ですね。で昆布の旨味とよく合います。うまい。さあ、そしたら次は土瓶蒸しですね。多分いい具合になってるよ。よいしょ、うまそう。そしたらまずはお出汁から飲んでいきましょう。いい出汁が出てるわ。まずはこのままいただきます。うわー、うめえよな土瓶蒸しっつーのは。もう食材の栄養が全部取れますんでね、最高の料理ですよね。でちょっとすだちもね絞って飲むとまたうまいんですよ。いただきます。うまいねー、秋感じるね。でお出汁を飲んだ後は次はこの具材ですよ。まずは白甘鯛いただきます。うん、でこちら松茸。うわ、いい松茸これ。はい、ということで今日はこちらの白甘鯛のフルコースときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ギヨネツ。で泡が落ち着くのを待ってる間にこうつまみを食べると。うん、で泡が落ち着いたらゆっくり入れていくと。この飲み方ね、ほんと泡がクリーミーでね、うまいのよ。ほらもう泡がねフルフルなの、こうやって。じゃあいただきます。あ、脂乗ってます。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は特大の白甘鯛を使って3品作ってみましたけども、やっぱあの魚はうまいな。あの魚は何しても美味しいと思うんですけど、やっぱりシンプルな火を通した料理、酒蒸しがね本当に美味しかったな。かなりの高級魚なんでなかなか食べる機会はないと思うんですけども、皆さんもどこかで見かけた際は食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。